はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。待ちに待ったレッドスターズですね。うん、あのミカエルを、はい、僕は誰も持ってないんで。そうだね。なるほど。ミカエルを今回出したい。うん、ミカエルが一番欲しいやつよね。そうなんですよ。で、なるほど。確定演出について、レッドスターズの時とかは、うん、ここ見ればいいらしいですね。どう、パッと出てくるじゃないですか、下に、うん、なるほど。すると、うん、まあこうミカエル、ブラフマー、サンゴ、うん、ハンゾー、アポロ、うんうん、とランスロックス、うん、こう並んでますけど、うん、まあ、こいつらが確定演出が出たら出てくるみたいな、うん、なるほど。この6体のうちのどれか、はい、が出るらしいんで、うん、まあ、確定率出して、うん、とりあえず6分の1になりましたよっていう感じで引きたい、うんうん、なるほど。そうだよね。この中のどれかでまず出したいもんね。いや、ミカエル以外いらないです。あ、マジか。ハンゾも欲しいな。あ、でもサンゴも欲しいな。あ、でもランスロックスも欲しい。全部見たことあるじゃん。ほとんど欲しいや。あの、ブラフマはもう2体いて、いいよな。アポロはあの1体いればいいかなっていう。なるほど。あ、そうなんや。なるほど。で、今日は、うん、僕が1回、ヨシさんが1回で、兄貴が、うん、いつだったかなんか、あの引けなかったみたいな。あ、確かに。iTunes カード不正使用により。不正で、みんな勘違いするよ、ね。疑惑が出てくる。はい、うん。なんかもう、バグかなんかで、ね、うん、もうあの、課金できない時があって。なんかあったね。なんで、その分がちょっと少なかった日があるんで、それ。なんで20連かな、うん、10連10連20連で40連を、うん、今日は引いていきます。わかりました。じゃあ行きます。はい。モンタマとかもありますけどね、うん、それはまた別の話。なるほど。別の話ね。はい、行きます。はい、確定出てくれるといいな。さあ行きますよ。はい。メンタマハマるな。ハマる、うん、曲がる、どうや、止まる。これ前半戦が勝負だな、結構。いや、後半戦も期待できますよ。本当？ハゲ、ハゲ。止まれ。カシム。うわあ、ダイ！カシム率。本当やね、カシムめっちゃ。カシムとハゲ。飲酒。本当やね。宝蔵院の。やっぱりこういうこれ系のガチャは、おじいちゃんはたくあんを作るのが好きみたいな。あー、これ、はい、そうなの。そうですよ。全然わからん。あれがいい絵って。そうですよね。あ、そうやったっけ。そうです。これさ、飲酒子供で、うん、そのおじいちゃんのいい絵がその槍の使い手、うん、あ、バイバガボンド。そうです、そうです、そうです。なるほど。デーコン、デーコンをたくあん漬けにして、うん、もういいや。途中でめんどくさくなったよ。はい、そうです。じゃあ次ヨシさんで。はい、はい、じゃあ次ヨシさんですね。はい、じゃあやっていこうか。色、こういうあれはね、レッドスターズとか厳しいよね。はい、そうですね、うん、色物系は、色物系は本当に厳しいよ。設定が辛いんですよ。本当だよね。でも、うん、そうですね。あ、どうぞどうぞ、いくよ。どうぞどうぞ。いて、あー、うん、ミカエルは、うん、チームで1体いればいいんですよ、ね。うん、あ、そうなんや。ダイナ用で1体欲しい。でも、うん、あ、そうなんや。止まれ。なるほど。頼む。ああ、ハゲ率高え。あ、ちょっと待って。あったー！サイン！二パクチ。じゃあ次、兄貴ズ。まずいな。うん。はい、じゃあ最後、うん、兄貴ですね。はい。え、これ、兄貴が、うん、爆死した20連爆死したら、うん、そういえば何かありましたよね、プレゼントとか。そう。そうだ。結構だからもう追い詰まってるよ。まずいですね。うん。その場合、うん、まあ、比率的に、うん、兄貴が5000円、うん、で僕とヨシさんが2500円。なるほど、なるほど。あ、そういうことか。はい、そうなるね。頑張れ、兄貴。でもあの日だって僕ら7500円ずつ出したんだよね。あ、そっか。確かに。あ、そういうことか。はい、なるほど。そう考えると、うん、僕らのが損しましたね。はるかに損しましたね。金額的にそうだね。まあでも出てくれたらね、いいね。そうですね、うん、ミカエル出しときたいな。そうですね、うん、出しましょう。おう、よし、行きます。はい、兄貴は今日ね、あの集合時間を間違えて、あの朝っぱらから僕に怒られるっていう。最悪な一日だったんで。そうだね、はい、ここで取り戻したいで。そうですね、そうですね、ここで帳尻を合わせたい。そうだね。ほい。普通だな、なかなかな、これ。そう、ガチャドラゴンに慰めてあげてほしい、これ。そうだね。止まれよ。止まればあるもんな。止まればありますね。ほ、ね、い。あー、止まった。マジ？
おお、ランスロックス、めっちゃいいよ。ランスロックスですね。ランスロックス、ロックス、はい、あ、めっちゃいいね。来ましたね、これ唯一、うん、あのガチャをギコちゃんが持ってないキャラ。おー、マジで一これだけなんです、あと。そうなの、はい、羨ましいでしょうね。そうだね、羨ましいでしょうね。そうだね、はい、いやでも来てよかった、あと1回ね。うん、うん、ね、いけ、はい、よし、これでペナルティーは返したぞ。あとはもうどうでもいいですね。どうでもいい、何が嬉しいって、それが嬉しいわ。いやよかった、マジでね、引いてきたね。いやでも欲しいのはね、ミカエルなんだよ。そうか、そうか、頼む、そのためだけにレッドスターズ引いとるやん。なるほど、れ、あっと、やったー、バクシ率よ。やっぱ色物きついっすね。ないな、だって4回中3回とか 75% バクシってことでしょ。そうですね。うわきつい。え、だってそうですよね、うん、40ぐらい、1万2000円ぐらい出して、うん、やっと1体出ますよ。そうだよね。まあでもそれはランスロックスだったからいいかなって。まだ、うん、はい、まだ、まあ、どこで使えるのか知らんけど、ランスロックス。なるほど。いつから使えるかもね。そうですね、もうね、なるほど。いやー、よかったね、爆死回避、回避しただけでも、うん、危ねえ、セーフ。よかった。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。